日本東京都新宿区大協町大協町は東京都新宿区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示未実施。郵便番号は160-0015。東京都新宿区南部に位置する。町域北部は四谷四町目に接する。東部は佐門町と新宿区品野町に接する。南部は JR 中央線の線路に接し、これを境に、 霞ヶ丘町、渋谷区駄田谷に接する。地域の西部沿いに外苑西通りが通っており、これを境に新宿区内東町に接する。また北端は新宿通りに接していないが至近にある。幹線道路沿いは高層建造物が立ち並んでいるが、道路から離れると住宅地になっている。南北に細長く貫通した横道がほとんどないため、 東西方向への通り抜けは困難である。住宅地の地下は2017年の工事地下によれば大協調6番8の地点で78万円平方メートルとなっている。過人で医師の斉藤も吉は1950年大協調に今日構えた。1943年に大番町と右協調が合併してできた町で町名は旧町名のそれぞれ一文字取って付けられたものである。 2019年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内には鉄道駅はないが、北部では地下鉄丸の内線、四谷三丁目駅が南部では総武線の品野町駅と千駄ヶ谷駅がそれぞれ利用可能である。ありがとうございます。